はい、どうも皆さん、こんにちは。いずいカです。それでは今回なんですけども、歩いて D ポイントやポンタポイント、もしくは現金が貯まる移動がお得になるアプリ、トリマを紹介ということで、今回は日常生活で歩いてポイントが貯めれるアプリの紹介ですね。タイトルとサムネにもある通り、貯まったポイントがいろんなポイントにも変えることができたりですとか、現金にもできたりと、ちょっとまあ興味深いアプリとなっていますので、早速お伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう ということで、早速お伝えをしていこうと思うんですけども、今回紹介させていただくのがこのトリマというアプリなんですけども、まあトリップマイル、この略でトリマというらしいです。 で、少し前ぐらいからですね、このサービス始まりまして、まあ、特徴としたらもう先ほどもお伝えしている、その、とりあえず歩いてポイントが貯まるというところですね。で、その溜まったポイントなんですけども、トリマ専用の、ま、ポイントが貯まるんですが、そこから D ポイントであったりとか、ポントポイントにも変換することができます。で、ちょっとこれ公式ページから引っ張っていきました。まあ、トリマとはということなんですけども、いつもの移動がお得になるアプリですということですね。まあ、左から見ていこうと思うんですけども、移動するとそのアプリ内のタンクがあるんですけども、 そこにマイルが貯まります。まあ、マイルといっても、まあ、飛行機とかのマイルとは違って、このアプリ内のマイルのことですね。アプリ内のポイントのことです。で、そのタンクが満タンになると、そのマイルというのを開始できると。で、貯まったそのマイルに関しては、ポイントであったりとか、ギフトを交換ができるということですね。で、その貯め方自体にはですね、いろいろあるんですけども、この大きく4つございます。まず、先ほどからお伝えしている、とりあえず歩いて、まあ、ポイントが貯まると。で、アプリ内にアンケートの機能もあって、そのアンケートをこなすことでもポイントが貯めれると。 あとは、このアプリをお友達に紹介することによってポイントも貯めることができます。そしてもう一つ、ガチャやスロットなどもあるので、それが使ってもそのマイルっていうのも貯めることができます。なので、まあ、エンタメ性自体はかなり備えてるんじゃないかなと思います。 で、その、まあ、マイルを交換ということなんですけども、このトリマのマイルですね。トリマのポイントを交換する例として、まあ、大きく4つ今ここに出てますね。和音ポイントであったりとか、7個、あとアマゾンギフト券、d ポイント、iTunes カード、Google プレイとか、あとポンタポイントであったりとか、銀行振り込みもできるので、現金にもできるということですね。これがちょっとした特徴なところです。 で、早速ですね、まあ、トリマのアプリ、実際に入れてみていこうと思うんですけども、まあ、僕は iPhone なので、iPhone の画面繊維でお伝えをしていこうと思います。まず、App Store でトリマと検索をしていただいたら、この黄色い、まあ、ペンギンのようなアプリが出てくるので、それをタップして入手をすると。で、早速ですね、開いたら、こんなトップ画面が出てきまして、そこからトリマへようこそ。トリマはいつもの色がお得になるアプリですと出るので、これで次へをタップ。 移動するだけでマイルがたまるということでここに位置情報へのアクセスの許可を求められるのでここをタップしてそしたら iPhone の場合ですねトリマに位置情報使用を許可しますかというふうに出るので、まあ、この場合はまあ3つあるんですけども、まあ、僕はこの一番上のアップの使用中は許可というところをタップしました。 で次にトリマがモーションとフィットネスのアクティビティへのアクセス求めてますということですので、これは OK でも大丈夫です。で、移動や歩数を記録と出るので、これは次へをタップ。次はこの通帳送信しますかと出るので、これはもう僕は許可をタップしました。あとはこのまま利用規約を読んで、同意するチェック入って、これで次へをタップですね。 であと、ここを見ていただきたいんですけども、先ほどもちょっとお伝えしたポイントのため方として、お友達の紹介するというところがあるので、もし、招待コードを持っている方がいらっしゃいましたら、このインストールしてアプリを始めるところにここに入れていただければと思います。で、そうすることによって、このアプリ内の5000マイル、その5000ポイントを獲得することができます。まあ、これちょっと50円分にはなるんですけども、それだけはもうちょっとお得かなと思いますね。 で、僕は招待コードをもらった状態で始めたので、招待コード登録完了ということで、このまま5000マイルを獲得できたと。これで OK をタップしてください。それで、やっとですね、トップページに入るということです。インストールまでの流れはこんな感じですね。でですね、マイページの、まあ、ちょっとしたメールアドレスとかの登録もやって、で、実際に僕1日だけ使ってみたんですけども、まあ、この画面からどんな風に変わるのかというとこなんですけども、こんな感じとなっております。 じゃんということで、まあ、左上見ていただくとわかるように、今回の元々の招待コードで入った5000マイルが入ったりとか、真ん中のタンクのところが48%になってますね。まあ、ちょっと1日そんなに歩いてはなかったんですけども、なんちゃかんちゃちょっと溜まってます。で、ここの歩数というタブがあるので、これをタップしたら、まあ実際に今日の歩数4290歩ということで、まあ、あんまり僕ちょっと今日歩いてなかったんですけども、こんな感じとなっております。 まあここにも出てる通りですね。で、そのある一定のラインをク,クリアするごとに、動画を見てその60マイルプラス、まあ、ガチャみたいなものですね、これが獲得できたりとか、15マイル獲得できたりとか、貯、まあ、め方としたら歩くだけじゃなくて、まあ、動画を見たりとかもしても貯めることはできます。で、他にもですね、クーポンタブがあるので、もしまあ利用されるお店があれば、このクーポンを利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。 で、あともう一つ、ここにログっていう下のタブがあるんですけども、これをタップしたら、まあ今僕マップって書いてるんですけども、この下にですね、現在地が表示されます。なのでまあ歩きながらとかでも、移動中とかでもこのマップ動いてくれるので、まあそこはそれでまあちょっと一つ楽しめるのかなと思います。なので左,左下にはですね、日付と歩いた距離とか歩数っていうのも出てきますね。あと右下にマイページというタブがあるので、ここをタップしたら、 僕の情報が出てきます。まあ、ニックネームはですね、あのー、ランキングとかもあるので、僕は一応分かりやすく、ゆずひことを入れて、累計の移動距離であったりとか、累計の歩数であったりとか、累計の獲得マイルっていうのも出て,出てきたりとかもします。あともう一つここですね、友達を招待のところですね。 ま、先ほどお伝えしたように、もしですね、このトリマ使ってみようかなという方がいらっしゃいましたら、僕の招待コード、この動画内にも出てるんですけども、下の概要欄に招待コードを入れてますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで、まあ、ちょっと簡単な紹介だったんですけども、実際に僕がこのトリマを使ってみた率直な感想を大きく3つに分けてます。まず1つ目なんですけども、これ、歩くついでにできるということで、まあ、実際に、ま、ポイ活とか、ポイント貯める活動ってお買い物したりとか、もしくはそのレシートとか、ま、いろいろ様々な方法 あるんですけども歩くついでにポイントが貯まるっていうのはかなりいいんじゃないかなと思います、まあ、実際にその貯まるポイント数に関しては、まあ、何百ポイント何千ポイントっていうのは、まあ、積み重ねればできるとは思うんですけどもですけどまあ始めた序盤に関しては本当に数十ポイント数百ポイントっていう可愛いポイントぐらいしかたまらないのであまり実感湧かないと思うんですけどもご自身が歩いてることによってポイントが貯まるっていうのはかなりこれはこれで面白いんじゃないかなと思います なので、まあ出勤ついでであったりとか、通学通勤もそうなんですけども、運動してるがたらとかですね、そういった時にできるのが魅力的ですね。で、もう一つ、ここもいいですね。ポイントの交換先が多いのは嬉しいということなんですけども、先ほどもお伝えしたように、まあ僕のね動画ではよくよく取り上げてる D ポイントであったりとか、ポンタポイント、こういったものに変換できるというのはかなり大きいんじゃないかなと思います。で、最後、三つ目なんですけども、コツコツできる方向けということですね。まあこれは本当に、まあポイ活全部に言えることではあるんですけど 毎回そのポイントとかがたまっていくのが楽しいって思える方であれば、まあ、僕的にはおすすめかなと思うんですけどもそうじゃない方からすると、まあ、もちろんめんどくさいが絶対来るとは思うんですねなのでもちろんねあの無理にする必要はないので こういったコツコツね。歩い歩くついでにポイントが貯まるのが楽しいという方向けには全然いいのかなと僕は思っております。まあ、ここ最近ねかなり暑くなって僕もかなり自宅で引きこもることは多いんですけども、もまあ、せっかくね。ポイントが貯まるのであれば、コツコツ僕もやっていこうかなという風に思っております。まあそんなこんなで今回は歩いてポイントが貯まるアプリトリマについて紹介をさせていただきました。いや、実際にまだ僕は1日しかちょっと使ってないので、あんまりこう。実感がなかなか湧いてない。もしくは使いこなせて。ない っていうところはあるんですけどもまだまだねこういった歩いたポイントが貯まるっていうのはちょっと新鮮さがあるのでまあ、先ほどもお伝えしたようにとりあえずまあ今のところはちょっと頑張ってやってみようかなという風に思っておりますで、先ほど動画内でもお伝えしたように僕の招待コードに関しては下の概要欄にリンク貼っておりますのでちょっと始めてみようかなという方がいらっしゃいましたらぜひチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました はいといととうことで、まあ、今日、ですねちょっとツイッターでもつぶやいたんですけどもあの先日僕の動画でも紹介させていただいたメルペイの送るもらうのキャンペーンですね1000ポイント獲得チャンス週末の抽選キャンペーンということなんですけどもまさかですね僕2000ポイント当たったんですよね本当、まあ、ちょっとやり取りしていただいた方本当にありがとうございました僕あまりそんなにやり取りはしてなかったんですけどもまさか当たると思ってなかったのでめちゃくちゃびっくりしました でですね、まあちょっとこれもちょっとつぶやいたんですけども、今回もらったそのメルペイポイントに関しては60日っていうような制限があるので、もし iPhone ユーザーの方がいらっしゃいましたら、モバイル追加にそのまま入れていただくのが僕的にはいいのかなと思います。まあね、メルペイに入れた状態で決済するのも全然ありなんですけども、もし有効期限切れたら最もこもないので、一応ですね、iPhone の設定から入って、 でウォレットのところが入るとマイスイカというところがあるのでそこをタップしたらですねこのスイカの画面が出るのでそこでここのチャージというところをタップします。 そしたら、いくらチャージしたいかという金額入力する画面が出てくるので、まあ今回僕は2000ポイント当たったので、2000ポイント分チャージをすると。そうすることによって、またモバイル Suica での有効期限内でまた使うことができるので、まあ、僕個人的にはこの方法が一番おすすめなのかなと思います。ちょっと Android の方ができるかどうかちょっとわかんないんですけども、もしですね、iPhone でモバイル Suica 利用されている方、もしくは、まあこのメルペイのポイントの消化がちょっと困っている方はですね、こういった方法もありなんじゃないかなというふうに思います。ということで。 ありがとうございました。